ちいち、もう一個動物は亡くなったら成仏をしてあの世に行く、うん、まあそうだよね。あの世に行ったらお盆に人間みたいに戻ってこれる？来ない来ない来ない。それってあの動物って全部全部全部、まあどっちみち一緒か。うん、まあ野生の方も別に戻ってくることねえしな、うん、あのペットちゃんワンちゃんニャンちゃんとかね、うん、そういうことやろうな。後編後編一回成仏したら成仏成仏、うん、成仏したら後編後編だから、ニャンちゃんワンちゃんは動物はあのどっかで行っとるけど樹木葬しても別にいいですよって、うん、戻ってこないから絡め取られることもないから、その埋めたところに気になって行くとまずいの？というと？その成仏しずにこっちでうようよしてるじゃん、うん、で、その自分が埋まってるところに行かないのかな、うん、まあ気になって行くだろうね。行った場合はどうなの？あんまりよろしくはないよね。ああ、そっか、うん、弱いから絡め取られるわけじゃなくて、弱いか、うん、それこそさ、もう覇気が強くてさ、人間でもそうだけど逃げれれば全然問題はないんだけどね。あー、にゃんちゃんとか瞬発力あるでな、うん、あとはやっぱ普通の人間でも捕まるやんか、うん、俺もたまにそうなんやけど、うん、その樹木の精霊っていうかさ、悪いそのね、樹木総会になっとるような、うんうん、なんていうの、森とかさ、そういうので木に捕まれることとかたまにあるやん、霊体だけで、うん、そうすると別に普通にブチって切るから、あー、そっか、そういう力、霊体の力が強ければ別に問題はない。なるほど。でも一回なくなったものはなかなかねっていう。じゃあ、まあ動物に関してはあの世からは戻ってこれないから、うん、まあペット、うん、ペット、うん、まあ、普通の動物ね、飼ってたニャンちゃんとか、うん、飼ってたニャンちゃんとかワンちゃんとか、うん、まあ、いろんな動物がいるけど、うん、その飼い主さんの元にいる、ずっといるよ大体は。まあ出てったりするけど、だって大地の実家のさ、うん、あの初代ニャンちゃんもさ、今二代目なニャンちゃん、うん、シロちゃんにハナちゃん、うん、両方とも今でおるやん、うん、シロちゃんはたまに帰ってくるだけで、ハナ、うん、ちゃんはずっとおるやん。おる、成仏する気ねえや、うん、成仏した方がいいのか、ずっとおっても問題ないのか。した方がいいやろ、だって悪霊になるやんか。あの人間が悪霊になる定理が、うん、人の魂を食う、でも動物の魂も食える。そっか、できれば送ってあげた方がいい。送るって言ってもやっぱできないから、声をかけてあげるとか、うん、もう大丈夫だよ、言っていいんだよみたいな。でも本人次第だよ。まあ人間でも動物でも